フィギュアスケートの US インターナショナルクラシック第3日が18日、米国ノーウッドで行われた。女子フリーでは昨季の世界選手権3位のアレクサンドラ・トルソワが、ショートプログラムに続いてトップの142.5点をマーク。合計216.80点で北京五輪シーズン初戦を制した。パク・ヨンジュンが212.40点で2位。3位はガブリエラ・イッツで182.76点だった。先週のロシアテストスケートに続いて4回転ジャンプ4種5本の超高難度の構成で挑んだが、この日は冒頭のフリップで転倒。トーループでも回転が抜けた。基礎点の上がる後半に集めた2本のルッツでは、回転不足とコンビネーションが余らず、2本とも出来栄え評価でマイナス評価。それでもスピン、ステップで最高のレベル4を獲得するなど技術の高さを見せた。トルソワは前日のショートでもトリプルアクセルで転倒するなど挑戦の姿勢を貫いている。五輪シーズン序盤のグランプリシリーズでは第1戦スケートアメリカ、第4戦 NHK 杯にエントリーしている。